J リーグ最新ニュース31年目を迎えた J リーグで、これまでにさまざまな選手がピッチにいた。来た、長い歴史で多くの助っ人が来日し、クラの成功発展に力を尽くして、さらにはレジ。どとなって愛された選手も多くいる。今回、清水エスパルスに所属した選手で最も多く J。グの試合に出場した外国人選手を紹介す。 成績は J リーグ通算2位、チョジェジン、韓国、青年月日、1981年7月9日、J リーグ通算出場数、101試合在籍時期、2004-07、今シーズンの J リーグは、ダゾーンフォ4ドコモで。いつでもどこでも簡単視聴、チョジェジンが清水エスパルスの歴代外国人最多出場ランキング2位だ。4シーズンにわたる活躍で101試合に出場していい。 2004年夏に韓国からやってきたチョジェジン。同年セカンドステージ中2試合で7ゴールを挙げ、1。目から見事な結果を残した点2年目は9ゴールで。第2は届かなかったが、3年目は16ゴール、4年目は13。ルトコンスタントにゴールを決めた。その。天力でも攻撃を牽引したチョジェジン。が、 185cm の長身を武器としたポストプレーも大き。魅力だった彼にボールが入ることで全体が。仕上げられ、清水エスパルスの攻撃を活性化。他、また、ミドルシュートも強烈で、たびたびそう。ゴールを襲っている。2007年で清水エスパルスを。レタ・チョジェジンは、その後、全国現代、韓国。 ガンバ大阪でプレーして2010年に現役を引退先性股関節異形成という股関節のトラブルに勝され続け30歳を前にスパイクを脱いでいる水最高の助っ人は誰だ歴代外国人最多出場手ランキング1から10位全選手紹介清水最高の助は誰だ歴代外国人最多出場選手ランキング1清水 最高の助っ人は誰だ。歴代外国人最多で選手ランキング3位両関連記事。